4月6日、言うのみ言葉。確かに私は主の皆によって彼らを断ち切ろう。詩編118編12節。私たちの主イエスは、その死によって私たちの権利の一部分を買い取られただけでなく、私たちの全部分をあがなわれた。主はお苦しみによって私たちを全面的に 霊も魂も肉体も清めることを考えられた。すなわちご自身が唯一の君主としてこの三重の王国を支配しようとされた。申請した人の任務は主イエス・キリストの権利を守ることである。私の魂をお前が神の子供であるならばまだ祝福を受けていない部分も征服しなければならない。また、 全ての力と感情をイエスの憐れみ深い支配に従わせなければならない。お前を買い取ることによって王となられた方が、恵みの戴冠式においても王となられ、お前をくまなく支配されるまでは満足してはならない。罪はもはや私たちの上に権利を持たないので、神の皆によって罪を追い出そうとするとき、私たちは 勝利を約束された戦いをしているに過ぎない。おう、私の肉体よ。お前はキリストの死体である。コリント人への第一の手紙、十二章二十七節。お前が暗黒の君の支配に服しているのを見て、私は黙っていることができようか。おう、私の魂よ。キリストは お前の罪のために苦しまれた。そして、ご自分のこの上なく尊い知をによって、お前をあがなわれた。魂よ、お前の記憶が悪意の宝庫となり、お前の情熱が悪の松明となるのに耐えることができようか。私は自分の判断力が罪によって誤りを犯し、意志が邪道の鎖に繋がれているのを忍ぶことができようか。 いや、私の魂よ。お前はキリストのものであり、罪はお前の上にどのような権威も持っていないのである。おお、クリスチャンよ。欧しくあれ。例の敵を絶対に滅ぼすことができないと言って気を落としてはならない。これらの敵をあなたは自分の力ではなく、ただ子羊の血によって征服することができる。 私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いからと言ってはならない。民数記十三章三十一節。強い者に力を借り、減り下って神を待ち望め。薬部の全能者は必ずや助けに来られる。創世記四十九章二十四節。 そして、あなたは、主の恵みにより、勝利の歌を歌うであろう。